花井さん、今回はですね、アンケートご協力ありがとうございます。はい。成し遂げたい目標、ワールドカップラグビーでフルムーンしたいと、いろいろと書いていただいて、まあこれ具体的でいいですね、うん。いいと思います。で、まあライティングに興味持った理由として、書きたいが書くネタがあるけど書けないっていう。これはなかなかですね。ほとんどの人はネタがないって言うんですよ。これネタがあるけど書けないっていうのは、これ多分その今頭の中にまあアイデアもいっぱいあるっていうことなんですけど、多分このアイデア頭の中にあるものをうまくこの文章化できないっていうところがまあもちろん悩みだとは思うんですけど、まあ今回の道場の2期の講義を見ていただければ、そこをどういうふうに具現化すればいいのか、どういうふうに文章化していけばいいのかっていうヒントは結構あると思います。はい。で、逆に言うとネタがいっぱいあると、アイデアもいっぱいあるんであるならば、これ書けるようになったら無限像に生み出せるじゃないですか。無限像に。そう。で、ほとんどの人はアイデア出せなかったりとか、ネタがありませんって言うんで、これネタもあるしアイデアもあれば、あとはこれをどう形にするかっていうことさえ身につければ無敵ですよね。うん。なので、まあ今回の2期の講義の方を見ていただいて、そのどういうふうに自分を表現していけばいいのかっていう、そのもの、あのここにあるやつですね。それを ぜひ実践していただきたいなと、勉強して。はい。で、あとはまあ3期もやりますので、3期の方もまあご検討いただければなと思います。はい。では、今回はアンケートご協力ありがとうございました。